今週のテーマは中小企業者への支援、新型コロナウイルス感染症対策の取り組み。県では新型コロナウイルス感染症の拡大で経営に影響が生じている事業者の皆様に対し、資金繰りの支援や家賃の補助、労働者の雇用維持など市町村などと連携して様々な取り組みを行っています。まず資金繰りの支援について、新型コロナウイルス感染症対応資金は、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した中小企業者を対象に3年間無利子で貸し付けを行う県の融資制度で、今月から取り扱いを開始しています。融資にあたっては最寄りの取り扱い金融機関にお申し込みください。次に家賃の補助について、新型コロナウイルス感染症の影響で小売業、飲食業、宿泊業、サービス業の売上が大幅に減少している中小企業者に対し、事業の継続を支援するため、県は市町村と連携し、家賃の一部を補助します。詳細は県庁経営支援課 019-629-5547 にお問い合わせください。最後に雇用調整助成金の上乗せ補助について、雇用調整助成金は一時的に休業や教育訓練などを行い労働者の雇用を維持した場合に休業手当などの一部を助成する国の支援制度です。国は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象に助成率の引き上げなどの特例措置を実施しており、県は市町村と連携し事業主負担分の一部を補助します。詳細は県庁定住推進雇用労働室 019-629-5591 にお問い合わせください。この他の支援は県ホームページをご覧ください。岩手ワンコ広報室、次回もお楽しみに。